塩野義製薬株式会社は、大阪府大阪市中央区土正町に本社を置く、日本国内の大手製薬会社企業であり、処方箋医薬品と医薬品を主とする製薬企業である。公式の社名略称として、塩野義製薬あるいは塩野義も用いられている。社名の由来は、創業者の塩野義三郎の名にちなむもの。ロゴマークは、 天秤で薬量を正確に計量するために用いられた、奮銅に由来している、塩の義製薬の社掌2017年7月時点の時価総額は、武田薬品、アステラス製薬、大塚ホールディングス、中外製薬に次いで、医薬品セクターで5位。日経平均株価、JPX 日経インデックス400の構成銘柄である。 創業者の塩野義三郎が1878年3月17日に大阪土生町にて役所ンや塩野義三郎商店を開く。なおこの店の称号は正確には個人名のみの塩野義三郎であった。ただし、吉三郎個人と店に関する事柄を区別するため、塩野義百年などに見られるように通常はこれを塩野義三郎商店としている。 塩野家と土正町との関係は、吉三郎の祖父、初代吉兵衛が、1789年、土正町の役首相、塩野家東兵衛に十2歳で奉公に出た時に、始まる。初代吉兵衛は、1808年、塩野家、東兵衛の別家として、いわば、のれんわけという形で、塩野家吉兵衛を名乗ることとなる。塩の姓を名乗るのは、続く二代目、吉兵衛の時である。なお、 塩の矢という矢号自体は土生町に残る、最も古い文書にも記載されており、土生町でも古いのれんを誇っていた。創業当初は和漢薬専門であったが、明治維新後の西洋医学普及に伴い、洋薬の需要が高まるとともに、1886年、和漢薬専門から洋薬のみを取り扱う方針に切り替える。そして1909年には自家新薬第一号として、 アンタチ人を製造販売する。翌1911年には1909年にドイツで開発されたサルバル酸を輸入販売している。さらに1912年には強心剤、ジギタミン。1917年には睡眠鎮静剤、ドルミン。1918年には下剤、ラキサトールなどを次々と製造販売する。また家庭用医薬品として、 1926年に、皮膚病診薬、お色。1929年に水虫専用薬、ポンホリン。1931年に、自薬、カビドール。1933年に、強心症薬、ハセスロールなどの製品を販売する。このほか、第二本臓器研究所が製造していた、臓血薬、マスチュゲンを取り扱ったり、また毒、バイエル社の代表的薬品として知られる。 アスピリンのライセンスを得て、塩のアスピリン場として、国内で製造販売するなどしていたことがある。医薬品製造工場として、1892年にアイオイ工場、1910年には塩の製薬所、1921年には浦井試験所、1922年にはクイセ工場を建設する。同時に販路を全国に拡大するための営業活動を展開しつつ、 1919年法人としての株式会社、塩野義商店への改装を経て、1943年に現象号に変更、総合的な医薬品製造販売メーカーとしての基礎を固めた。第二次世界大戦直後、塩野義は製薬業界の花型商品となった抗生物質、ペニシリンの開発を試みたが、技術面、資金面ともに力不足だったため、 やむなく断念した。しかしその後も抗菌薬の研究を怠ることなく、医療用医薬品市場が、抗生物質全盛時代を迎えた1980年代後半にかけて、抗生物質で売上高首位を記録する。主力となったのは、1960年代に新たに開発されたセファロスポリン系抗生物質である、塩野義では製造元の米、イーライリリー社から、 発売間も内新製品を次々と導入し、自社で製品化していった。また自社研究所で新薬の創生に成功したことで、塩野義は輸入商社としての機能に加えて製造能力及び研究能力を兼ね備える一大医療薬品メーカーに成長した。塩野義は医療用医薬品市場の重点疾患領域として感染症領域、眼性疼痛緩和領域、 そして循環器領域を主力としていた。一方で感染症治療薬の使用量は1980年代に入ると体制菌に対する懸念などから横ばい状態となり、1990年以降を幅に減少した。それに伴い、抗生物質依存度の高かった塩野義の業績は急激に落ち込んだ。それを救ったのがクレストールである。クレストールは 1991年に、塩野木で創生後、1998年に、A、アストラゼネカ社が開発を引き継いだ、HMGCOA 還元酵素阻害剤である。日本での発売は2005年であり、2009年10月、現在、100カ国以上で承認を及び80カ国以上で、販売されている。塩野木に入るロイヤリティも大きく、 同社は2010年以降業績を大きく持ち直した。潮の義と医療用麻薬とのつながりは、麻薬生産者、協会5社のうちの一社として、1948年に、モルヒネなどオ、ピオイドの製造販売を開始したことに、始まる。1989年には、風法式岩等通治療法で必要な、MS コンチン状を発売。2003年には、オキシコンチン状。 さらに2007年には、オキノーム産を発売する、MS コンチン状とオキシコドン覚醒剤は、共に、眼性疼痛治療薬として、基本となる薬剤である、主治の方法で製品化された、有用な医薬品を、医療の最前線に届けるのは営業マンの仕事である。塩の木の営業といえば、抗生物質全成時代には、最強の営業部隊として知られていた、文献検索や、 学会発表用のスライド作成だけではなく、学術的な発展のためにも、処方元の意思のために限界まで尽くしたと言われている。そのプロパーのことを、塩野義では、当時すでに、ディテールマンと呼んでいた。例えば、自社抗菌薬の特性を論理的に説明する、手助けとして、PK、PD 理論の先駆けともなる考え方を世界に、先駆けて、いち早く採用していた。 製薬業界全体でプロパーの故障を MR と改めたのは1993年のことである。そしてその後の国家公務員倫理規定の強化、女性 MR の台頭、さらには接待行為の全面的禁止が2012年4月から実施されるなど、医療関係者と MR との関係は急速に変化してきている。そうした中で、用の義では2012年初頭から、 ディテール版の属していた学術部の故障を廃止している。1886年の要約転換後、塩用のブランドで数多くの家庭用医薬品を取り扱っている。戦後に入ると、これら戦前からの家庭用医薬品からは撤退し、1961年、大阪市福島区の工場を研究所に格上げすると、共に病院向け抗生物質へ本格参入。 抗成物質分野でのシェアを不動のものとする、取り扱う医薬品の97%が医療用医薬品で占めており、主力は、高止血症治療薬、抗成物質、癌性の疼痛治療薬である。かつては、医薬品業界における同社のイメージといえば、抗成物質と強力な営業部隊で知られ、かつて、抗成物質前世の時代には、快進撃を続けていた。 医薬品メーカーであった。しかし、薬剤耐性菌の問題が取り沙汰され、抗生物質自体の売れ行きが鈍くなるとともに、抗生物質に大きく依存していたため、一時急激な減益で先行きが危ぶまれたが、高脂血薬のクレストール開発販売が成功した2010年以降、急速に業績を回復しつつある。塩のギが、 感染症治療薬を取り扱うようになったのは相当、古く、1910年に学会発表された、梅毒治療薬、サルバル酸をその年の末には、開発元の毒、ヘキスト社から輸入販売している。その後も塩野木は、世界の製薬企業から、効能のある新薬の輸入販売を継続し、ことに、米の医薬品大手のイーライリリー社とは、1909年に、 ゼラチンカプセルの輸入に始まり、1923年にはインスリンの輸入、1953年にはアイロタイシンアイロゾンの独占的販売権の締結を経て、1966年ケフリンの取扱いのほか、1991年の塩酸バンコマイシンの輸入まで長い関係を持っていた。20世紀において製薬業界の転機とも言えるのがペニシリンを、 はじめとした、抗成物質の発見、開発だったが、こと、ペリシニンに関しては、第二次世界大戦直後の日本の製薬業界に、とっては、花形ともいえ、塩野義を、はじめ多くの会社が開発、製造に着手した。だが前日のように、発酵技術の未熟や、資金不足から、塩野義は1949年に開発を断念する。 自社でのペニシリン開発こそ頓挫したものの、抗菌薬そのものの基礎研究はそれ以降も継続され、1953年には、前室のイ、e、ーライ・リリー社から導入した、マクロライド系抗生物質のアイロ耐震を自社で製品化した。さらに自社研究所で、持続性サルファ剤シノミンを新たに創生、1959年に販売を開始した。シノミンは、翌1960年には、 つい、露ュ者へ、技術導出された。そしてその後、同研究所と、A、ウェルカム社研究所の合同基礎研究によって、新たに、ST 合剤として創生され、今日まで、世界中で広く使われている。1980年代後半に、医療用医薬品市場は、抗生物質前世時代を迎える。それとともに、塩野義の抗生物質の売り上げもピークに達した。 その当時の塩野義の売上高の概略は以下の通りである。総売上約に0円で売上全体の約3分の2近くを構成物質が占めていた。その中で代表的な構成物質の売上高はケフラール約600億円、塩マリン約400億円であった。この2品目だけで売上全体のほぼ半分を占めていたことになる。なお薬局薬店向け医薬品の割合は 約3.5%である。塩野義の経営同社の主力となったのは、主にセファロスポリン系抗生物質である。セファロスポリン系抗生物質は、1960年代に、米、イーライリリー社によって製品化された新しい抗生物質である。塩野義では、注射溶剤として1965年に、ケフリン、 1967年にケフロジン、そして1970年に内服のケフレックスを次々と同社から導入して自社で製品化していった。そしてその後、自社研究所で新薬創生に成功する。1981年に発売されたシオマリンと1988年に発売されたフルマリンであり、いずれも注射用製剤である。また内服では、 ケフレックスに引き続いて、1981年発売のケフラールをイーライリリー社から導入。さらに自社研究所で1997年発売のフロモックスを創生している。これらもすべてセフェム系抗生物質である。セフェム系抗生物質以外の主な抗微生物薬としては、1991年にイーライリリー社から塩酸バンコマイシンを導入して販売開始。 さらに自社研究所でフィニバックスの創生に成功2005年に販売を開始している。また2010年末にはラピアクタの販売を開始している。塩野ギが米国のベンチャー企業から導入して日本国内で開発を行ったもので世界初の駐車用のイラミニダーセ阻害剤である。その他にフラジールがある。1957年、普通。 ローヌプーランローラー社研究所で開発された高取りコモナス材である。1961年国内にて販売開始、2005年になってヘリコバクターピロリ除菌に関する効能、効果及び用法、容量が追加承認され、2010年には除菌に関する効能、効果の範囲が拡大された。さらに2012年には高知申請によって、 細菌性秩序症の効能、効果及び、用法、容量が追加承認された。使用の義では2010年7月に抗菌薬の適正使用を推進することで、耐性菌の出現を抑制し、既存抗菌薬が有効活用できる環境づくりを支援するとの目的で、感染症薬適正使用推進室を創設している。感染症治療の領域は、 新薬の発売とそれに対する耐性菌の出現という、いわば、いたちごっこを繰り返してきた。1980年代になると、薬の使いすぎと耐性菌の出現との関係が懸念され始め、感染症薬の使用量は、1980年代後半をピークに2010年頃には半分以下となった。そうした中で、世界中の大手企業が抗菌薬市場から撤退し、 新薬の発売がほとんど見込めないという状況になっている。しかし、耐性菌の脅威はむしろ増加している。例えば、多剤耐性菌による院内感染の社会問題化、あるいは新型インフルエンザウイルスの出現などである。塩野義は、今や世界でも数少ない感染症治療薬の開発メーカーである、感染症薬的性使用推進室の今後の動向が注目される。 1964年の放送開始から、富士テレビ系列の一部で、今日まで放送されている音楽番組、ミュージックフェア4月7日から2008年9月27日までは、ミュージックフェア21のスポンサーを40年以上に、わたって継続している。ただし、東北地方太平洋沖地震の影響から2011年3月19日放送分のみ、スポンサー自粛を行い、 AC ジャパンなどの CM で穴埋めをすることとなった。長きにわたって企業 CM 中心で放送しており、1970年代からは声優でナレーターの野岳一、中村秀夫清塩野義はあなたの健康に奉仕するため今日もたゆみない努力を続けていますと銘打ち、総合ビタミン剤のポポン S、総合漢方薬のパイロンカプセル、 下熱鎮痛剤のセデス A 状の3つをセットとして、薬店で手に入る市販薬の宣伝をミニインフォーマーシャル形式でオンエアしていた。本編終了後のエンディングでは、塩の義の車掌であるフンドーマークについての説明を述べる CM という構成になっていた。1970年代当時、日本のテレビ業界では、まだ CM における BGM の必要性を認識していた人物が、 少なかったことや映像機材が高価であったことに加え、宣伝にも多額の費用がかかる時代だったこともあり、この番組での塩の木のスポンサークレジットの読み上げや、CM はすべて無音映像並びに、スチル画像の連続による映像の構成、野田圭一、中村秀夫と宮崎ふさ北浜春子によるナレーションのみで放送されていた。番組内で流れる CM は、1984年の 放送から現在の放送まで一般的な CM 放映に変更されたが1997年3月までの番組開始並びに番組終了の際のスポンサークレジットの読み上げは2001年4月にミュージックフェア21として土曜18時枠へ移動するまで依然として無音並びに固定画面映像という状況が続いたさらに2009年10月以降 番組終了の際のスポンサークレジットの読み上げは、地上アナログ放送がセミレターボックスでの放送に移行後も、依然として歌手やシンガーソングライターやアーティストなどの人たちがスタジオで歌っている固定画面映像という状況が今も続いている。なお、2001年のミュージックフェア21のスタートと同時に、同社のローマ字表記である塩野儀から、 ソングを取り上げた歌と薬をテーマにしたソングフォーユーという企業 CM を放送中である。この時はこれに加えソングフォーユーのキャッチフレーズが個々の製品 CM にも使用されていたが2013年6月に当社の公式サイト及びセデスハイの CM がリニューアルしたことを皮切りにこの前述の企業 CM 及びポポン S プラスの CM を除いてキャッチフレーズを外していた。 2015年3月以降はクッションコレクトイージーのみだったが、同年11月はコレクトザイルクリーム、爽やかコレクト W 抗菌の CM にもキャッチフレーズを付加しており、2016年4月以降は塩の義製薬のロゴ部分を塩の義ヘルスケアに差し替えしただけであるため、キャッチフレーズはそのままである。当番組の出演では、同業他社の CM 出演中の歌手は原則として、 出演していないが、同業他社契約中であっても塩野義が手掛けていない製品の場合、歌手の出演は可能となっている。また、2001年から2016年3月までの司会者だった本邪魔家の恵俊明との場合は、相方の石塚秀彦が同業他社の一般用意調約の CM に出演しているものの、グループではなく個人で扱っている関係上、 めぐみが出演していないため問題はないとしている。前日のミュージックフェアのスポンサーを長年にわたって担当していることもあり、フジテレビとの関係は非常に密接でミュージックフェア以外にも現在も提供している FNS の日や過去には笑っていいともいやクイズヘキサゴンなどのスポンサーを担当したこともあった。なおコンシューマーヘルスケア事業が 塩の儀ヘルスケアへ分社化された2016年4月以降、ミュージックフェアのスポンサークレジットは従来通り、塩の儀製薬,薬のままだが、同年7月に放送された30回目の FNS の日である FNS27 時間テレビフェスティバルのスポンサークレジットは塩の儀ヘルスケアとなったミュージックフェアに続き、1968年から1981年まで、 東京12チャンネル系列局にて文芸春秋の協力により各界著名人の障害を八木次郎の司会で紹介した人に歴史ありの一社提供を務めた。1992年から1994年まで会一のチームロータスのスポンサーとなり、1995年からは全日本会3000のノバエンジニアリングのメインスポンサーを務め、 塩野義チームの場として1999年まで参戦している。マシンには塩野義のロゴが貼られていたが、シンポポン S という日本語のロゴを貼ることもあった。また、その当時のポポン S のテレビ CM にマシンの走行シーンを使用している。当時チームロータスのドライバーだった未開発記念、ジョニー・ハーバートが CM の走行シーンに登場している。 1966年、塩野木テレビ劇場と、ミュージックフェアの提供に対し、第3回ギャラクシーショーテレビ、個人部門を受賞、同社が本社を置く大阪の FM 局として知られる、FM802 で土曜朝6時から12時まで放送されている、サタデーミュージックアイランズで午前8時から9時半までの、パート、しのぎサウンドフリーウェイのスポンサーを担当していた、コロまで、 もともと FM80 には関西のテレビ局毎日放送が主要株主であることもあり、その経緯でスポンサーを担当しており、他にも毎日放送の制作で TBS 系列局で全国放映されていた素敵な出会い朝8時1994年から1999年までの毎日甲子園ボールまで続いたのスポンサーを担当していたこともある。近年では 時代の変化もあり、かつてから付き合いの深い富士テレビと毎日放送との関係のみならず、他のテレビ局でも同社のテレビ CM が積極的に放映されるようになっており、最近では朝日放送で長年にわたり、関西ローカルで放送され続けている、おはよう朝日ですでスポンサーを担当するなどしている、塩のぎヘルスケアに紹介した一般用医薬品、 医薬部外品等の CM については、塩野の義製薬時代も含めて、塩野の義ヘルスケア CM 出演者を参照。塩野の義製薬医薬研究センター SPRC4、ありがとうございます。